ムトーイ。ありがとうございます、はい、ねえ、キイちゃんのことね、よく分かってる人はこの数字を見て分かるかと思うんですけど、そうです、キイちゃんプロ80戦目決定しました。はそう、11月13日に、横浜武道館、っていうところで開催されるビッグバンのスーパービッグバンって一番でかい、1年に1回ちょっとやる大きい大会のメインイベント第1試合かな、で試合が決定しました。ありがとうございます。対戦相手は、現役の、ビッグバンのチャンピオンのジョージ選手と、ちょっと決まりまして、タイトルマッチに、ね、なれば本当は一番良かったんだけど、なんかタイトルマッチは嫌だってなんか言ってるみたいで。あ、そうなんですね。そうそうそう、まあ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 、分かんないけど、まあまあまあ、そういうね、まあ嫌だって言うのはいいやと思って、うん、まあそんな感じ。80戦っていうね、このプロのちょっとだいぶ節目かな、ちょっとね、ちょっとした節目だから、しっかり勝って、実はね、この80戦っていうのは何の数字かっていうとね、今 K1 の最多試合数の佐藤義弘さんの80戦と並ぶ試合だから。素晴らしいです。素晴らしい。これね、だからこれをまあね、しっかり勝って、で次の81戦につなげたら俺は更新だから。そうそう、それがやってきましたということなんですよ。ということでね、まあ横浜武道館ね、横浜もぜひね、皆さんね、まあ、見に来てください。どうしようかな、今回キイちゃんのインスタ DM の方でもちょっと募集しようかな、来てくれる人チケットね、もしね来てくれる方がいたらぜひぜひお願いします、募集します、お願いします。絶対に負けませんね。あ、そうそう、あれもやるんだ、TVK 一応ね、地上波放送決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。そうなんですよ、そうそうそう、東京、神奈川、埼玉、千葉、1都3県かでもう放送するんで、いいでしょう。いや、すごいですね。そうそうそう、素晴らしいよね。そうそうそう、地上波放送なので、まあまあね、まあどうしても見れないってことはね、ぜひぜひ見てくださいという情報でした。どんな技で倒せばいい俺。うん、教えて。これで倒してくれたらめちゃおもろいよみたいな。ビッグバンだからね、なんか俺なんかそのいつもやってるでしょ、入れ墨入れたりとかなんか大食い企画をやられたりとかね、はい、激辛やったり、激辛やったりとか、そういうのそう、ビッグバンの時はね、やられがちだから俺ガチの試合立つなんかちょっと面白めの企画なんかあったらね、はい、視聴者さんからこうちょっと投げてもらったら、もしかしたら採用 させてもらうかもしれないんで、ぜひぜひどしどしコメントくださいね。え、そう、よく考えたら多分30代最後の試合になるのか。そうですね、この30代、まあ俺ね、20歳でデビューしたから、20代のうちに多分半分ぐらいかな、40戦ぐらいやって、30代で同じく40戦ぐらいかな、やってきたかな。やっぱもうちょっとね、それも節目でもあるし、30代最後の試合っていうのもあって、多分30代最初の試合って何だったんだろうな。ケンタ選手とのクラッシュのタイトルマッチとかが30歳ぐらいかな。そこからね、まあ、いっぱいやってきたよね、いろんな選手とも。アンディ・サワーとも戦ったし、グローエンハートとも戦ったし、チンギス・アラゾフとも戦ったし、まあ、いろんな選手とね、ボコボコ戦ってきたけども、まあまあまあ、まだ全然これから終わりじゃないし、まあ俺はね、K1 のベルトも狙ってってるしね、全然バリバリバチバチやっていくし、そこら辺に全然気持ちの折れもないし、ずっとやっていこうかな。うん、まあ、やっぱりいつまでやれるか、どこまでやれるかっていうところの自分の挑戦でももちろんあるんだけど、ベルトもね、やっぱ狙っていく、やっぱそこはやっぱ狙いながらいかないと、ダメかなと思ってんだよね、ただ取っちゃったら終わっちゃいそうな自分もいるんだけど、取らない取らないようにしてずっと取ろうとするっていうのが面白いかもしれないね、タイトルマッチだけやらないみたいなまあまあまあやってね、取ったら取ったら別にそれはそれでいいんだけど、それは全然面白いしね、そんな感じでいろいろやってきたらなと思って。あとその対戦相手ジョージ選手、はい、実はね、谷山ジムの大和支部なんだよね、同門対決っちゃ同門対決なんだけど、まあぶっちゃけね、俺喋ったことないの、はいはいはい、会話したことないから、多分だけど、ジョージ選手が前6月のビッグバン俺が出た時の大会の時に、はい、記者会見の時に木戸選手とやってみたいですって、あ、と思って俺目の前聞いてて、はい、あ、俺とやりたいと思ってたんだと思ってあ、じゃあやろうよって言ったのが俺今回の決まりって。大人気ですね、木戸さん。そうそうそう、そう白洲選手にも、そうそう、白洲選手にも俺やりたいっつって、山内選手にも俺やりたいって言われて、指名ナンバーワンやん本当にナンバーワンやん、指名料バックもらわない、指名料バックもらわないと指名料バックもらわないと思ってるよそういうことや。というわけでキイちゃん80戦目
試合決定の投稿でした。みんな頑張るから応援してね。